商品レビュー専門の J です。商品レビュー専門、トテラシです。ちょっと前にライブで、警察は司令官で動いてないみたいな。結局他の、雇われの身と同じだっていう感じで私が話したら、いや、そんなことない。私の、知り合いは、司令官で動いてる。って言われたことがあるんだけど、まあ、これ私はまあ、その人ディスってるわけじゃないですけど、警察、まあ、いろいろな組織、すべて、普通に雇われた感じで動いてるのかなと思うんですよね。上司、怖い上司がいれば、自分の使命感なんかより、その人に従う。会社とかその組織の中に、派閥があれば、長いものに巻かれる。それは、どんな組織でも同じなのかなと思いますね。それが言いたかったんですよね。だから大企業、コンビニチェーン、ファストフードチェーン、そして警察消防署、自衛隊、まあ、いろいろな組織、すべて、長いものに巻かれろ的な、そういうところがあると私は考えますよ。だから、決して、ある特定の、その使命感に燃えてる人、その人を否定してるわけじゃないんですよね。それは少ないけど多分いると思いますよ。すごい使命感に燃えてる人。私の意見に対して、ちょっと怒った人、知り合いがそう言ってるんだから、警察はみんな使命感で動いてるんだよって言った人、素晴らしい友人に恵まれてると私は思うんですよね。だから、なんかちょっと困ったこと言う。ちょっと、警察のこういうところがおかしいとかって言うと、まあ、上司とかに何言われても、組織はどうなってても、長いものに巻かれるっていう感じのところでも、いや、自分は正義だから通すっていう。そういうことをやってくれる素晴らしい人だと思うんですよ。ただ、まあ、少ないですよ。そういう人。大体はルールだからということでやってくれない。ちっちゃい組織とかだと、まあ、会社のルールを曲げて、そのお客さんの、その利点になること、そっちの方に動いてくれる人もいますけど、大きな組織になればなるほどいないのかな。そして、大手チェーン店、警察みたいな、まあ、日本で一個しかないですけど、大きい組織じゃないですか。そういうところの人ほど、長いものに巻かれるところがあるのかなって。そう思うし、私も実際感じてますからね。ルール徹底みたいな。まあ、ただまあ警察に関しては、一応立法だから、行政だから、別の機関で立法定められたことを、そのまま忠実に守るっていう。だから、そこで考えると、学校でもう教わってるだろうって。ルール通り動く。臨機応変とかそういうのはないみたいな。あってはならないみたいな。それしかも自分で善悪も判断しない。まあ、そう明文化されてるわけですからね。だから、多分、大きな組織は、そういう組織を真似てる。または自然と真似た。っていうところで考えると、大組織ほど、まあ大組織っていうか、ほとんどの人大組織またはそれに準ずるところに入ってますから、自分の使命感とか正義感とか、そういうものより、その組織の中のその圧力は怖いから、そっちのに流されていく。それが普通なのかなって考えますね。ただ一部の人には、まあ、さっきのことを繰り返しますけど、一部、ごく少ない人は正義感に燃えてるかもしれないですよ。あと正義感より、中の組織に巻かれて動くという、そういうストレスから、ヒーローもののところのドラマで正義が勝つみたいな、そういうものが流行って、そういうものが流行ってるのかなって、そう思いますね。ということで、商品レビュー専門、
ちょっと大組織のことを語ってみました。